どうも皆さん、こんにちはワールドワインド。除外したらリゾネーター持ってこれるぜ、リュウです。さあ今日はですね、レイマのジャック・アトラスデッキ、キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない、こちらをねやっていきたいと思います。レイマシリーズでキング組んだらね、だいたいこうなる大体こうなる。なんか前もこんなようなデッキやったけど、令和シリーズでジャックのデッキ組んだら大体こうなる。どういう、ギミックかっていうと、基本的にはレッドデーモンズラゴンを出さないといけないんで、令和の不動優勢デッキは、スターダストドラゴンを出さなかったんですよ。弱かったから。あんま質強くなかったから。あいつ出しても、勝てなかったので、環境的にね。なんで出さなかったんですけど、こいつは、何が強いって、打点が高いから、3000あるっていう。効果ももちろん強いんで、これはね、エースに据えることができる強さを持っているんですよ。だから、ジャックに関してはちゃんと使える。レッドデモンズラゴンが。で、レッドデモンズラゴンを出す方法としては、もちろん1枚で出せる、サイキックリフレクターっていう超強いカードは、もちろん入れますよ。もちろん。もうジャック関係ないけどね。ジャック関係ないけど、もちろん強いから入れる。で、キングから、バスモでこれ出せるのがやっぱレッドデーモンズラゴンの強いとかと思ってるんで、だからこっちのスラッシュバスターの方も入れましたと。かっこいいんでね。でもう一個レッドリゾネーターとレベル4モンスター、これもやっぱ強いですね、非常にね。これちょっと黒木森のウィッチにしてるのはなんでワイルドワインドじゃないかっていうと、サイキックリフレクターを持ってこれるのでこっちの方がちょっと強いんですよね、そういう意味では。なので、ここにしてますよと。だからレッドリゾネーターを召喚して、この辺のレベル4モンスターを出して、レッドライジングドラゴンを出した上でレッドライジングの効果でレッドリゾネーターを蘇生して、ライジングとレッドリゾネーターでレッドデーモンズを出していくと。で、レッドリゾネーターを入れていくと何が強いかっていうと、レッドデーモンズドラゴンとレッドリゾネーターで、タイザンメイドが出せるんですよ。タイザンメイドさんが出せるんで、これワンチャン、ワンターンで結構、分回るといけることもあるんでね。だから、シンクロコールとか防いでおけば。なので、結構強いかなと思って、ガン積みしていますよと。で、あとは、このデモンズチェーン、なんで俺プレミアムじゃないの、デモンズチェーンなんですけども、このデモンズチェーンが、これジャックのカードなんですね。これジャックのカードなんですよ。皆さんなんかドヤ顔で使ってらっしゃいますけど、これジャック・アトラス先生のカードなんですよ。だからジャック・アトラスだったら使っていいっていうレイバールールなんでなのでこれガン積みしていますよと。でやっぱどうしてもその妨害罠を全て食らいますんで、新規のデッキなんで。なのでそれを防ぐための禁止だって清掃、コスミックサイクルのとかでもいいけど、清掃の方が打点補助もできるし、後打ちできるんで強いかなと思って入れていますと。そんな感じですね。でやっぱ一番強いのはね、このキングオブデーモンっていうスキルなんですよ。これがマジで脳筋ジャックって感じ。このターン中自分のフィールド上のデーモンとのついたモンスター、シンクロモンスターの1体の打点がレベル ×100 アップする。つまりですね、ベリアルとかにこれ打ちますと、なんと打点が4500になってアルティメットドラゴン化するっていうマジやべえ打点になりますんで、これを使って打点が高いモンスターを処理していくという感じですかね。やっぱりね、ジャックのデッキは回していて結構楽しいです。ぜひ皆さんもちょっと組んでみていただければなと思います。早速王者の鼓動見していきます。デュエルスタンバイ、デュオ。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。サイキックリフレクターを召喚。サイキックリフレクターのモンスター効果発動。バスターモードが記されたカードを手札に加える。そしてバスタービーストの効果を発動。バスタービーストを墓地の振り、バスターモードを手札に加える。そしてサイキックリフレクターのモンスター効果発動。バスターモードを相手に見せつけ、墓地のバスタービーストをレベルを3つ上げて特殊召喚。そしてレベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、新規の召喚。王者の鼓動、今ここに列をなす。天地冥道の力を見えるがいい。神器の召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そしてカードを1枚セットしターンを終了。バスターモードを引かな、バスターモードじゃねえや、スラッシュバスター引かなくてよかった。スラッシュバスター引かなくてよかった。さあダークバージャーいいだろう。ダークバージャークラブいるしやろう。
さあレベル4にレベル2にレベル4チューニングか、なんだこれ、イージーチューニングか、イージーチューニングデーモンか、出た、そういうこと、ブリューダクか、いいだろう、ブリューダクのモンスター効果を発動するがいい。さあブリューダクのモンスター効果、さあカードを何枚捨てる、2枚捨てる、さあカードを2枚選択したが、リバースカードオープン、バスターモード、灼熱の鎧を身にまとい王者ここに降臨、いでよレッドデーモンズドラゴンスラッシュバスト、ふん最強だぜ。ちょっとイージーチューニングあるんでしょ、でもどうせ知ってんだよな俺、これイージーあんだろ、どうせどうさんだよこれ、分かってんだよそんなの。さあ考えておりますね。さあこのままではスラッシュバスターを突破することはできません。さあどうするんでしょうか、イザヨヤキ選手、さバトルフェイス入った、さあこれ絶対イージーある、イージーは絶対にある、 100% ある、イージーチューニング来た、いいだろう、4000いくつなんだ、4200か、いいだろう。でレッドデーモンズドラゴンスラッシュバスターの効果を破壊された場合、墓地より再び現れよレッドデーモンズドラゴン。そして貴様よくもやってくれたな、ドロこれはちょっと分からせるしかないようだな最強のレッドデーモンズドラゴンで分からせるしかないようだな。俺はサイキックリクルーターのモンスター効果を発動、バスタービーストレベルを、あレベルをレベルをだな、レベルをレベルを1にして1上げて特殊召喚、封印されし棟梁よ、今その呪縛を解き放ち破滅の雄たけびを上げよう、真紅の召喚、我が魂氷結界の竜ブリューラク、我が魂氷結界の竜ブリューラク。さあお相手の方、勇気10代ユベル、いいだろう、20代くんやっぱかっこいいわ、顔イケメンだわ、俺20代のフェイスに生まれたかったわ、俺多分遊戯王界で言うと多分くだらぎなんだよ基本的に遊戯王界でくだらぎかもしんないな、くだらぎのあの後ろに連れてる雑魚かもしんないから、あのキャラクター的にはね、なんで、まあ、20代に生まれ変わったら20代に生まれたい、そんな願望を持っております。さあネオスフュージョンの効果発動、さあギャラクシーサイクロンはちょっと強いぞ、デモンズチェーンにぶっ刺さるぞこれは。さあここでネオスフュージョンの効果によって何が出てくるか、さあタスケルトン、タスケルトンとネオスでグレイブネス来た、さあめんどくせえ、3100が高え、レッドデーモンズドラゴンで超えられねえ、レッドデーモンズで超えられねえのきつい、レッドリゾネーター来た、なるほど、さすがにでも一回ちょっとバスビからいきましょうか、デモンズチェーン2枚あるんで、まあここ通んなくてもなんとかなるかなといったところではあるが、先行が欲しかったところではある。さすがに最近リフレクターが行く、でリフレクターを召喚、リフレクターのモンスター効果発動、あちなみにあのこれ一応のレゾネから行くとね、多分泰山冥道までは一応いけるんですけども、ちょっと一回スラッシュバスター経由したいんですよ私、わかります、スラッシュバスター出した上でレッドデーモンズとベリアル並べたいっていうすごいなんかそのロマンの願望があるんで、ちょっと一旦ちょっと先にバスターさせて、でまあこれレッドデーモンズドラゴン出していく、レベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥道の力を見るがいい、シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そして最強のカードを1枚2枚そして3枚セット、オズミックサイクロンかキングオブデーモン発動、これで俺の盾は3800いけ、アブソリュートパワーフォース、ちょっと攻撃2回目こんにちはのうっとしいけどな、ネオスフュージョンとタスケルでちょそれめんどくせえけど、そんぐらいはいいだろう、ネオスフュージョンいいだろう、ネオスフュージョンはいいだろう、コズミックサイクロもいい、
コズミックサイクロンもよろしい。さあどれだ、いいだろう、ここまで読んでいた。伊達が待ってられてるから、デモンズチェーンをどっかで打たないときついかな。デモンズチェーンどっかで打たないときつい。ただタイミング間違えるとギャラ祭されるんで、まあ竜魔道の守護者はいい。オッケー。ちょっとフェイバリットとかが装備されるとかなりきついですけどね。フェイバリットだけマジやべえことになりますけど、はいはいはい、いいですよ、いいですよ。いや言ってる通りになる、言ってる通りになるやつ。でこれでモンズチェーンしたところでギャラ祭で割られるから意味ねえんだよな。ここはデモンズチェーン打つ必要性ないから、これは温存しかないですね。温存しかないで、5000で流れるのもしょうがない。5000で流れるのもしょうがない。もう1回バスターモードになりますか。バスターモード打ちましょう。レッドデーモンズドラゴンをリリースし、灼熱の鎧を身にまとい王者ここに降臨。いでよレッドデーモンズドラゴンスラッシュバスター。そしてスラッシュバスターが破壊された場合、もう一回レッドデーモンズドラゴンは出すことができるぜ。いやーでもこれ5000つれ、5000やばい、5000マジでやばい、マジでこれまたブリューダッゲーだ。これブリューダッゲー、あでもこれもう一回打点、あなるほどですね、そっちパターン、ははははもう一回攻撃するっていうことであれば、レッドデーモンズ出して、まあこれは一回、そうですね、これ一回デモンズチェーン打ってもいいかもしれないですね。殴ってくるんだよな、殴ってくるんだよな、殴ってくる、なるほど。これはデモンズチェーンバトルフェイズだから打っていい。デモンズチェーンで一回無効にしてレッドデーモンズドラゴン阻止する。死守、レッドデーモンズ死守していく。めちゃくちゃ頑張ってる。フェイバリットヒーローは剥がした、一応ね。デモンズチェーン強い、デモンズチェーンは強い、デモンズチェーンは強いぞ。出たな、あレッドリゾネーター召喚、そしてレッドリゾネーターの効果には必要ないカードしかない。そしてレベル8、レッドデーモンズドラゴンにレベル2、レッドリゾネーターをチューニング。大山明道、山を裂き地の炎とともにその身を晒せる。真空の召喚、エンマ流レッドデーモンベリアル、うわー。そしてカードを1枚セット、スキル発動、キングオブデーモンバトルフェイズ、これでおしまいだ。グレートサミットブレイカー、まあ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 知ってました、知っていた。ちょフェイバリットマジやめよう、フェイバリットマジでやめよう、フェイバリットマジでやめて、フェイバリットやめろマジで。ネオスフュージョンはいい、ネオスフュージョンはいい。いやでもね、いいのかこれは。もうキスでいないけど、タックルとか入ってんだよ多分な、タックルとかは入ってる。グローモスネオス、やばい、グローネオスマジやばい。ちょっと待って、グローネオスってさ、なんだっけ、自分のメインフェーズ1に相手フィールドの表表示モンスターを破壊するという効果ですかね。あ違うわ、モンスターカードはこのターン、このカード攻撃できない。ああそうか、破壊した後に自分の効果が付与されるのか、なるほど、 OK、そこはデモンズチェーン打たざるを得ない、デモンズチェーン打つしかない。ちょっとストップストップストップ、マジで魂すぎる、これ魂すぎる、これこれで耐えたかな、これで耐えたろ、頼むモンスター来てくれ、モンスター、うわカード1枚伏せあんの、伏せあんのマジ、伏せあんのマジっすか、マジっすか、ロックンロール、これモンスター欲しいな、これなんかあれが欲しい、なんだっけ、グライフ、マジでグライフ欲しい、ちょグライフ頼む。3500は超えられないはずだ。ギャラクシーサイクロンの効果、それは別にいいだろう、ギャラクシーサイクロンで、まあそれはいい、それはいい、でももう1回つけないから大丈夫、守備表示 OK、 守備表示 OK、 エンドフェイズ OK、 エンドフェイズなんかあんの、なんもない、なるほど。ドロー、ウィッチか、ウィッチもまあ悪くはないが、悪くはないがちょっと遅い、悪くはない。黒き森のウィッチを召喚、なんもない、なるほど。これバリブラフか、あれブラフやな、黒き森のウィッチをリリースし、墓地のレッドデーモンズドラゴンを特殊召喚、現れよレッドデーモンズドラゴン。
あ、むずい。リフレクターかな。リフレクター、リフレクターじゃねこれ。リフレクターなんじゃね。リフレクターやろこれ。グライフよりはリフレクターの方がいいと思うんだよな。でだ、スキル発動していく。キングオブデーモン。よし、これでバトルフェイス。いけ。あ、武装ジェット。パワーフォース。うおー。いくつなんだこれ。打点、打点いくつだ。1400、1900、1400、1900、1600。いけるか。まだいける、まだいけるわ、まだいける、大丈夫よ、まだいける、大丈夫だ、生きろ。そうだ、美しい、生きたらいける。頼む、耐えてくれ。レッドデーモンズたち、我が魂たちよ、頼む、耐久してくれ。頼む、ビーマードの勝者、ビーマードの勝者、ビーマードの勝者来た、ビーマードの勝者来た。で、墓地送るコスト OK。 ネオス墓地送って、ね、融合持ってるやつ OK。 融合はいい、融合は別に、融合何起きんだこれ。何に蘇生だ、何に蘇生だ。ネオス、まあ、でもネオス、え、打点いくつなんだこれ。ネオス、はい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 、いいよ。でも融合して、出てきて1枚増えて、3100でしょ。いや、これ生きたんじゃないのこれ、多分これ生きた。フレームネオス、はい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 、これで打点です。3400。え、なんで、あ、デモンズ遅延か。やばい、ちょ、やばいやばい、終わった、やばい。ちょっとレッドデーモンズ逃げろ、レッドデーモンズ、レッドデーモンズだよ、逃げろ。あ、そっちなの、そっちなの。なんか生きたんだけど、なんか生きた。なんでそっち殴ったんだろう。なんか生きたぞ、なんか謎に生きた。やばい、これ我が魂出すしかない。サイキックリフレクター召喚、サイキックリフレクターのモンスター効果発動、バスターモードを相手に見せつけて、バスタービーストを墓地より特殊召喚、そしてレベルをもちろん1個上げる、そしてレベル5となったバスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターをチューニング、封印されし闘竜がどうのこうの、我が魂氷結界の竜ブリューナック、ブリリ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 リ、キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。プレミで勝っていく。さあ、お相手の方黒か、サイキックレフレクター召喚、リフレクターのモンスター効果発動、バスタービーストを手札に加えて、バスタービーストのモンスター効果発動、そしてバスターモードを手札に加え、さらにサイキックリフレクターのモンスター効果を発動、バスタービーストを相手に見せつけることによってバスタービーストを特殊召喚、レベルはもちろん3つ上げるぜ、そしてレベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、シンクロ召喚、王者の鼓動、今ここに列をなす天地明道の力を見るがいい、シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン、これは反応中、カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了。よし、さあ見せてみろクロウホーガン、行くぞクロウ、キングのデュエルはエンタシームーン、やばい、シームーンか、これシームーン、これシームーンに、シームーンにだからレベル4をサーチされてやばい、シームーンにだからこう清掃打って、あ、やべ、間違えた、これあれやな、あの山 BF じゃねえから別にここにし、あの打つ必要なかったな、やべ、ちょっと今ミスった、ミスった、やべ、ミスった、やべ、ちょ、清掃の使い方マジミスった、やばい、これやばいかな、バスターモードあるからワンチャンいけないかな、なんかデモンズチェーンあるから、バスターモードとデモンズチェーンでなんかワンチャンあるとかないかな。7はいいわ、これはいい、で7はいい、これやばいですか、これ俺ミスりました、もしかして。ライキルいいですね、ライキルはいい、ライキルはいいです、ライキルは OK、ライキルは OK、
スバイキリは OK。 ちょ清掃めちゃめちゃミスったけど、でゲイル、はいはい、ゲイル効果は別にいい。で旋風の効果でハルマッタンも別にいい。ハルマッタンもいい、ハルマッタンもいい。でここにな、ハルマ、これここゲイルに打つべきだったんだ多分。これゲイルに打つべきであった。ライキリ効果いいだろ。2枚どれだ、いいだろう。デモンズチェーン、てめえのモンスター効果は無効にさせてもらおう。耐えろ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 、もういい、もう耐えろ。もうゲイルの効果はいい、ゲイルの効果通そう、ゲイルの効果はいい、それはもういい。バスターモード変身する。さあそこはいいぞ。さあこっから何が起きるんだ。さあレベル確保きた、レベル確保きた。これは東吉春選手が、KCGT で使っていてめちゃめちゃ強かったと噂の、ただなんか一瞬なんか血迷って青眼使ったら負けたって噂の。さあここでソファヤを出していく。さあレベル5ソファヤ来た。でソファヤ効果、墓地の雷霧を特殊召喚していく。やばい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 、どんだけ雷霧連打すんだよこいつ、キモいだろマジで。レイバ、レイバのパワーさえぐいだろ。なんでお前だけそんな効果破壊連打できんだよ、おかしいだろ。レイワのパワーさえぐいだろ。レッドデーモンズにも強化くれよ、なんかアビスかなんかくれ。ふざけんなよこれ、リゾネーター、コールリゾネーターとアビスをくれ。これで一応なんか耐えた、耐えた、これ耐えたかな、これ耐えて、いやでもオニマルあんだよな、オニマルあんだよなこれ57で。はいはい、ワロスワロス6000、オニマルワロス、マジ無理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 、6000は6000はマジ無理、6000オニマラマジ無理。クリスやばいこと起きてる、ちょっとほんまにこれ何、どういうこと、ちょっと待って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 、おかしくない、おかしくない、なんでこんなにさ、こんなパワーさんの、おかしいじゃん。俺結構反応強かったよ、結構反応強かったんですけど、やっことやべえだろこいつ、ふざけんなよ。でも耐久デッキでもちょっと強いけどね俺、ちょっとすごいこれ。レッドデーモンドラゴンスラッシュマスターのモンスター効果発動、レッドデーモンドラゴンが再び特殊召喚される。うおー、いやおかしいよ、おかしいよ絶対の、パワーさえぐいもん、レイバの。おこのデッキガチでガチでキモいわ。ちょ本当にレッドデーモンズにも強化をください。